こちら北九州に来てもらってますね。北九州こちらどこですか？岡田宮です。岡田宮ですね。今日はですね、あの福岡支部の皆さんとですね、今日今から実は18時半ですね、はい、18時半からこちらで旗の宮司と私とですねコラボの講演を行います。はい、はい、この岡田宮といえば有名なの話は何ですか？神武天皇が何をしたところ1年間ね、あの神武統制の時にですね、1年間こちらに滞在して、これ古事記にも載っております、1年間ね、ここに逗留したというそういう場所ですね。このね、記念すべき場所で今日ですね、こう行いますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみに。これやってきます。こちら何ですか？手水舎または長寿屋ね、手水屋とか言いますけれども、まあ、ここはね、何をするところでしょうか？清めるところ。そうですね、ここはですね、私たちが生きていればですね、あの罪、汚れをやっぱりね、背負ってしまうんですね。でそのね、神主さんがこうほら、こうするでしょ、これ、ね、これは何て言いますか？はい、これお祓いというんですが、こちらはですね、自らの汚れを払う場所、これを何て言うかというと、みそぎと言います。ね、ですから一番大切なことはやっぱりね、我々っていうのは生きていればね、何かしたっけば罪汚れを背負ってしまう、ありがとうございます、ね、何かしら罪汚れを背負ってしまう、それをまず、ね、認めるってことが大事です。だから自分は清らかだからと思えばね、神のごとく子供を叱ったり、ね、自分の意見が正しいんだとしても否定したりするんでしょう。じゃない、お互い様だと、それを認めてここで禊を行う、それがこの長寿でございます。はい、はいはい、ということでどうぞ。はい、はい、すごい、すごい、すごい、ちょっともう一回見せて、どうなってるの？自動すごい、このだけじゃなくて新しいものも取り入れるってすごいですね。すごいですね、すごい。はい、こちらですね、あの神武天皇とね、奥様のね、このモニュメントというか、なんていうの、パネルありますけれども、ね、さあ、これ何ですか、もっち？これはですね、3つの足のヤタガラスですね。そうですね、3本足のヤタガラス。このヤタガラスはどんなところに出てきた？これ、熊野に行って道に迷った神武にこう導いたのがこのヤタガラス。そうですね、このヤタガラスといえばですね、昨日からね、ワールドカップ始まりましたね。ありがとうございます。サッカー日本代表のエンブレム、あれもヤタガラスなんです。ね、知らなかったでしょ。そしてこっちは何ですか？これはですね、あの金色の扉で金糸と言って、そうですね、金糸と言ったら先生、なんかね、我々の世代から言うと金糸勲章を思い出します。あ、金糸勲章ってのあったんですか？あったんです。それ何ですか？いわゆる戦場で、働いて戦死をされたり、うん、あるいは戦死しなくても非常にこう、うん、手柄を立って言った場合に、例えば金糸勲章こう何等とかいう勲章がありました。そうですか。でこれは禁止はどういう時に出てきた？禁止も同じようにヤタガラスは苦戦した時に出てくるんですね、うん、なので、まあ、日本主義にしか出てこないんですけれども、まあ、ヤタガラスと同じように神武一行を手助けする象徴なんですね。そうですね、最後にこう弓でね、弓で禁止がこういって貫いたというね、まあ、そういう話ですね。でこちらは誰ですか？で福岡支部の井上です。あ、井上さんですね。そして今日でこちらね、岡田君の主催の山本さんがこんなところに隠れてました。そしてここで岡田君のご祭神といえば神武天皇、ね、鴨山と言われひころみことというね、そして即位して神武天皇という名前に変わりましたね。はい、今日はここでこうです。はい、岡田君いかがだったでしょうか？素晴らしかったです。そうですね、まさにね、古事記の世界に入り込んだようなね、古事記に書いているこの岡田君にね、これ立てるのはすごいですね。幸せです。はい、そしてオープニングにいなかった2人も入ってますし、ね、今から講話が始まりますからね、続々と増えております。ということで、ね、今からね、講話に行きますけれども、皆様また今度はどこで会いましょう。また。また。